バンドリー、アーガナビスフロムバンドリー、アーガナビスフロムバンドリーは、ブシロードのメディアミックスプロジェクト。ガールズバンドをメインとするメディアミックスプロジェクト、バンドリーの関連企画の一つであり、ボーイズバンドをメインとする。その一環として、アルゴナビス、ジャイロアクシアが、声優ユニットとして活動している。キャッチコピーは、俺たちにはまだ、歌があった。 バンドリのプロジェクト名を冠しているが、テレビアニメ、バンドリシリーズ及びアプリゲーム、バンドリガールズバンドパーティーとは世界観が異なるため、バンドリプロジェクトの既存キャラクターとの関わりはない。これはガールズバンドとボーイズバンドという二つの要素を同時に描くのは世界観を作る上で難しいと判断されたため。そのため物語として、 バンドリプロジェクトに直接関わることは考えられていない。東京都新宿区が舞台であったバンドリプロジェクトとは異なり、本プロジェクトの舞台は北海道函館市となる。バンドリプロジェクトの関連バンドと同じく、各メンバーの担当声優が作中キャラクターにちなんだ楽器を実際に演奏する。ストーリー原案はバンドリプロジェクト原作、ストーリー原案。 作詞を務める中村渡る、世界観、キャラクター設定を、舞台、特撮の脚本家である、毛利リー渡るろし、キャラクター原案を、漫画家、イラストレーターの三好明が担当する、メディアミックス展開について記載。プロフィールは公式サイト出展。読み方は、アルゴナビス。北海道函館市を拠点とした、大学生ボーイズバンド。読み方は、ジャイロアクシア。 北海道札幌市を拠点とした大学生ボーイズバンド。読み方はファントムイリス。メンバーすべてが社会人で構成された名古屋出身のビジュアル系バンド。ゲームアプリオリジナルキャラクター。読み方は風神ライジング。長崎出身のスカイバンド。メンバー全員が大学生で構成されている。ゲームアプリオリジナルキャラクター。 読み方は、イプシロンファイ。京都出身のテクノポップバンド。メンバーは、中高生で構成されている。ゲームアプリオリジナルキャラクター。アルゴナビスは5人組の男性バンドプロジェクト、アーガナビスフロムバンドリ、およびそのキャラクターの声を担当する声優たちによる、実在するバンド形式の5人組男性声優ユニットの名称である。テーマカラーは青。 2018年5月12日に、バンドリの新プロジェクトであること、森島修太、ヒューガ大輔、前田誠治の3名の参加が発表された。2018年7月29日、ファーストライブ、アルゴナビスレイ、ファーストライブ指導マイナスより3名体制での活動開始。9月15日に開催された、アルゴナビスレイ、セカンドライブ指導マイナスにて、 伊藤正宏の参加とキャラクター名、シルエットが発表された。12月10日に開催された、アルゴナビスレービヨンドライブ指導マイナスにて、橋本翔平の参加とプロジェクトスタッフ、キャラクターデザインが発表され、5人体制での活動が開始された。2018年、2019年、2020年、2021年ウェブラジオ番組、 アルゴナビスラジオラインが2019年6月11日より2020年3月まで響きラジオステーションにて第2、第4火曜日に2020年3月3日より毎週火曜日にペースアップされ7月7日から第2、第4火曜日に戻り8月25日の最終回で終了したまたアニメ放送に合わせ、U Next、にて2020年4月18日から 出張版が配信されている。パーソナリティは、ヒューガ大輔前田聖二また、2020年6月9日には、ジャイロアクシアファーストシングル、スカッター、リリース記念として、ジャイロアクシアの小笠原人し、間野匠がパーソナリティを務める、ジャイロアクシアラジオラインが配信された。2020年10月12日から、ラジオ番組、 アーガナビスナビゲーターラジオが日本放送で毎週月曜日20時20時30分に放送中。また、響きラジオステーションにて翌火曜日に配信中。ジャイロアクシアは5人組の男性バンドプロジェクトアーガナビスフロムバンドリおよびそのキャラクターの声を担当する声優たちによる実在するバンド形式の5人組男性声優ユニットの名称である。テーマカラーは赤。 2019年12月5日に、バンドリー、アルゴナビスセカンドライブ、ボイス星空の下の約束マイナスにて、サプライズ出演。2019年、2020年、2021年、2019年11月8日より、月刊ブシロードにおいて、SD キャラクターによる4コマ漫画、プチゴナビスが、連載開始。原作は、ブシロード、キャラクター原案は、三好明。漫画は、 私、空、つばめ、丸が担当。2020年8月11日より、少年ジャンプにて、コミカライズ連載が開始。原作は、ブシロード、ストーリー原案は、中村渡る、キャラクター原案は、三好明、脚本は、毛利渡るひろしとプロジェクトメインスタッフ陣が務める。漫画は、宮島京平が担当。先行公開として、アルゴナビスの紹介漫画が、バンドリ。 アルゴナビス1、フィフスライブの来場者特典として配布される。アニメーションメガボルトとして、ゴールラインの映像化がされている。アニメーション制作は2018年以降のバンドリ、プロジェクト内アニメーション制作を担当する。三次元、監督は同じくプロジェクト内のバンドメガボルト及び、劇場作品の監督を務めた、梅津と美が担当する。アルゴナビスフロム。 バンドリ、このタイトルで2020年4月11日から7月4日まで、毎日放送、TBS 系列の土曜1時25分枠、スーパーアニメイズムにて放送された。監督は、西木織里博シリーズ構成、脚本は、毛利渡博氏が起用され、アニメーション制作は前述のミュージックビデオ同様に、三次元が担当している。また、 全編を通して 3DCG で描画されており、劇中の登場人物の演奏シーンは、担当声優による、モーションキャプチャーが用いられている。放送前の同年2月8日から2月29日まで4週連続で、特別ミニ番組、アルゴナビスフロムバンドリー、アニメ直前スペシャルが同枠内にて放送。出演は、伊藤正宏、ヒューガ大輔、前田誠二、森島修太、 橋本翔平。主題歌劇中歌インターネットでは TVer、MBS 動画イズム、Gao, ユ o u Next, アニメ放題、D アニメストア、ビデオマーケット、DMM.com、心ココビデオ、ミュージック j p Gao, ストア、r e 光 TV にて配信。劇場版、アルゴナビス流星のオブリガートが、2021年11月19日に公開予定。 テレビアニメを新作シーンを加えて再構成した内容となり全編新規アフレコも行われている。スタッフ完全新作として2022年月に公開予定。アルゴナビス・フロム・バンドリー・アーシュではブシロードのスマートフォン向けアプリケーションゲーム。ジャンルはリズムアドベンチャーゲーム。開発元は DNA。2021年1月14日より配信が。 開始された。アルゴナビスに関するカテゴリー、ジャイロアクシアに関するカテゴリー、アルゴナビスフロムバンドリーに関するカテゴリー、劇場版、アルゴナビス流星のオブリガートに関するカテゴリー。ありがとうございます。